ドン・アダムスは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン、声優である。1923年、ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ、地元ニューヨークの高校へ進学するが、中退して、劇場の案内係として働き始めた。第二次世界大戦が勃発した16歳の時に、年齢を偽り、アメリカ海兵隊へ入隊し、ガダルカナル島の戦いへも参加した。しかし、 マラリアから併発した国水熱により1年以上、ニュージーランドのワイリントンにある軍病院への入院を余儀なくされる。退院後はアメリカへ帰国し、海兵隊の歌士官として新人教育の指導に努めた。除隊後はエンターテイナーとしてステージに立つようになり、コメディアンとして活動。ステージだけでは収入もままならなかったため、その間にレストランの会計係や、 広告のアーティストとして、生計を立てた。次第にスタンダップコメディアンとして、頭角を表し始め、テレビへも進出。1963年に、友人で、コメディアンのビルダナが主演の、ザ・ビルダナショーへ出演し、注目を集めた。特に、アダムスのキャリアで当たり役となったのが、メルブルックス、バック・ヘンリーが原案を務めた、ソレイケスマートへの出演で、アダムスは、 主役のマックスウェル・スマートを演じて一役スターとなった。番組自体も好評を得て、1970年までの5年間、アメリカ国内はもとより世界各国で放映され、アダムス自身は同作品への貢献が評価されて、プライムタイムエミー賞のコメディシリーズ部門の最優秀男優賞を1967年から1969年にかけて3年連続で受賞した。 番組終了以降も様々なテレビドラマや映画などへ出演し、俳優としても確固たる地位を築いた。声優としても活動しており、かつて日本でも放送されたことがあるテレビアニメシリーズのガジェット警部では主人公ガジェット警部の声も担当した。1947年に最初の妻アデレードと結婚し、4人の父親になった。 1960年にアデレードと離婚し、同年、ドロシー・ブラッケンと結婚。二人の間にはニジュが生まれたが、1976年に離婚し、1977年に三人目の妻ジュリ、ルシアーノと結婚した。2005年9月25日、アクセリンパッシュの影響で、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で死去。82歳だった。ありがとうございます。